では続いて本能寺の変の続きという形なんですけれども <laughs> まあ本能寺の変はねそんなこんなって言っちゃいけ,いけませんけど信長、はい、は結局死んじゃいました、うん、じゃその時家康は何やってたんでしょうかとということ何やってたんですか殺される予定だった家康ですよね、うん、予定 <laughs> ですねあれを読むとね家康を殺家康様とばかり思っていたっつうんだから京都に残っていたら怖かったですねねそうです、ねうんうんうん、不思議にね 家康はね、はい、ずーっと京都にいたんだけどのところって言ってて言ましたよね、うん、本能寺の日の前の日に堺に移ってるんです。ああ、そうなんですね、うん、情報伝達をちょっと一回ねうん、うん、どのくらいこれがね家忠日記という、うん、で、これもまあ長いですので簡単に言うとね、うん、6月の2日3日だね6月3日、はい、本能寺の辺は6月1日にあったんです。うん、あとですね、うんうん 家康のこれあるべき申しりこれはね何かというと堺左衛門京都の堺左衛門の堺忠次のとこから「西国へ御人これあるべく申し来たりそうろう」ね「西国へ出兵するぞ」というふうな触れが来たんで僕はこれ見た時に「え家康も出兵するだったの?」 ということを初めて聞いたでまあちょっと中略しますが鳥の国にうん、うん、京都にて上様に明智日向神小田四郎病へですね別身にてつまり裏切ってうん、うん、ご生涯曹郎よし死んじゃったうん、うん、大野より申しきたり曹郎これ千多大野今のセントレアがあるたりから大野からこちらまで福洞洲の高太の福洞洞まで申しきたり曹郎。うんうんうん だから3日の日にはもう1日の夜中ですよね明け方ですからね2日の明け方に本能寺の変があって殺されたんですが3日の日にはもう愛知県まで情報が来てた驚異の情報伝達力ですよあっという間に来た。で信長御不死の義ははこれは 隠しときなさい岡崎と小川より申しきたり候とね、うん、家康は4日にですよ、うん、堺に御座候あまだ堺にいたんだとうん、うん、よし揃岡崎へ越し揃岡崎へ逃げてくると、うん、来るぞと家康以下伊勢路を恩のき候ろて伊勢路を通り過ぎて、うん、大浜へお上がり候ろて大浜 壁南4日にはもう碧南に上がったで自分は町まで迎えに行ったよ本能寺の変が起きてから2泊3日でもう大浜まで来ちゃった早早いいよめちゃくちゃ早いですよ1週間は普通かかると言った伊賀越えですよね。 伊勢寺を御の起草楼手って書いてあるね、うん、なんでそんなに急いで伊勢から伊勢からめっちゃ急いでるじゃないですかこの記録はね衝撃的だったですねえ、話が違うじゃん話が違う ちょっとそれもね驚異の伊賀越えということでねちょっと実際どうだったんだろうかっていうの調べてきましたはい、いお願しまの伊賀越え伊賀に行くとねいついつ家康が止まったとかここ通ったここで休憩したここで柿を食べたそんなことまでずっと書いてある柿を食べたまでだから伊賀越えをもう一回おさらいしてくると面白いですよ不自然なまずに行って5月15日 この日に穴山バイセス武田の家臣ね、うん、ともに安土に行ったよ。うん、で22日に信長の勧めで京阪を周遊する、うん、つまりここから1週間ぐらいは安土で闘留してたの、うん、接待を受けて。うん、で22日には信長の勧めで京都大阪を周遊京に滞在してたんです。それから 2223242526272829なんと8日間、うん、京都にいるわけ、はい、早朝堺に出立、うん、午後信長が本能寺に入る、うん、信長が来る日の、うん、来るぞっ分かってたわけその日の朝早くもう堺に出ていった ちょっと待ってて挨拶してもよさそうなとこですけどね普通そう思うでしょ、うん、僕もそうする普通、ね、けども、うん、信長が泊まった本能寺のすぐ蓮向かいに家康が泊まっていた茶屋四郎二郎の屋敷があったますますおかしい、ね、<laughs> <laughs> もういろいろ考える、ね、ますます早朝出た、うん、で、これは六月一日に飛んでるけどもうん、うん、実はこれはね昔の 暦で正の月で29日までしかないの翌日が1日翌日堺に行ったようやく堺に行った今井早急今出てきてますね津田早急松井祐貫らがお茶の接待をしましただけどこれから堺で彼はね鉄砲火事のところに行きたかったんですけども翌日早朝堺を出た。 あら。で、今に向かうと言った。あら。で、途中飯盛山付近で。本能寺の変を知ったということになっています。なっています。なっています。これが非常に不自然なんです。これね。表にまとめてみたら。グルだったんじゃないですか。と思いますよね。でも、あんまりそう思うと、歴史はおかしくなってきますので。まあ、この通りに見ていきましょうかということになるわけね。うん。 ただね、家康はね、信長に結構の接待を受けてたんです。ああ、そうなんですね。奥さんにお土産ももらってたんですよ。家臣たちは、何もらったか、気になるでしょう。すごいものもらってた。何、何。家康公の接待、こうやって書いてある。5月18日にはね、これ家康の日記だよ。安土、御恩讐に、比較を起こしそろう。安土の様子を聞いたよと。で、ずっと来ると、18日にも、家康の御前オーバー。 家康の食べる御前おば、はい、上様これは信長、うん、御自身ご自身、はい、御末総した田信長を持ってておいどうぞと置いたわけいいい人じゃないですかご自身がものすごいサービスしてるわけ、ね <laughs> うん、ででお供衆にはね御手陣からこうこれ何かね振りもみ焦がし 要すするに焦がしですよねああの麦焦がしみたいな振りもみ焦がしを恩引きそろうてであの振る舞ったとゴロゴロと自分が引いておい食べるかいと言ってだから信長ものすごいサービス満点そして恩・片平2つずつ2つずつって書いてあよね恩・片平2つずつさあの下されそうろう。 女房集土産として、紅の涼しのよしそうろう。紅の涼しっていうのをくれた。紅色の絹。絹。あら。えらい気が効いてるじゃないですか。女心よくわかってる。うん、そう、帷子。帷子っていうのはね。あの要するに、まあ、夏用の着物。はい、いいですね。中に何もつけなくて、しょいっと羽織るだけのね。で。 これをねもう5月の終わりでしょだから片タビの涼しをくれたえ信長すごいいい人しかも色がね今流行りのくれないの赤色のいいでしょうやだちょっと一回涼しってどんなもんか見てみるこれ気を使う人だっい大体惚れますよ現代の女性だったらあら素敵 これ肩びらですよね。えー、これはまあ国の重要文化財なんですが政権、涼し屋から朝で仕立てたね、うんうん、夏に着る一との着物のことを言う、えー、これをどうぞと言って家来衆の奥さんにも全部は出したすごい家に持って帰れよと、うん、お前たちにもやるぞよと。 気配り。大概、そんな気配りえ偉い人になればなるほど女性の気配りできませんからねあそうですか。そういうもんですよ、男の人なんかもう気を配るなんてことできないですからね、本当に。<laughs> 目がなんか強く訴えてますね、いや本当そう。気をつけて、男の人。気をつけと言っても上じゃないから大丈夫ですまあ、信長から徳川家臣たちへのプレゼントってこんなものがあったり、ねね、ああいったことがね、うん、日記を見ると出てくるんですね。 さて、本能寺の変の時、うんうん、家康はじゃあ堺で何をしていたのか。そうですよ。お茶飲んでる場合じゃないですよ、ねうん。っていうのかね、うん、京都にも8日間もいたことにね、うんうん 家康はきっと、うんざりしてたと思うんです、ね。やることないですよ。よくね、もうね。に堺に行きたいんだよと。と当時の堺は、まあ、それはディズニーランド行くみたいなもんです。あ、そうなんですね。その世界中、南蛮貿易のメッカでしょ。あ、なるほど,るほど。まあ、いろんなものがいっぱいあってお買い物もしたいし。そうそうそう。<laughs> ウキウキそこの中で、彼らは、家康たちは。うん鉄砲 法を仕入れに来たかった。なるほどね。もうそれ絶対分かってるんだけど、京都に長い間留め置かれて、酒井に行ったらまたお茶の会に接待で呼ばれて、翌日帰ってきちゃったっちゅんですよ。これ絶対変ですよね。変ですね。今日二八日間も滞在したのはなぜか。なぜか。何のために酒井に行ったのか。いやそうですよ。これ分からない僕も。分からんけども。 8日間も京都に留め置かれた、うん、何でか信長入ってくるまではいなさいとでも入ってくる時に急いで出立した、うん、怪しいです堺に行ったのか何なのか鉄砲堺、うん、を2日間でつまり丸本当に言うと丸一日ですよね行った日の夕方、まあ、昼午後か夜か行ったら茶の接待を受けて翌朝、うん、すぐにもう出立だもん。 ぜからディズニーね楽しめなかった感じですよね、わずか3日で伊賀越えは可能か、可能なんですか190キロあります、伊賀の山の中を。一日にぶっ飛ばして、ぶっ飛ばしていっても当時、もう普通の行軍なら30キロ、一日の。だけど、ちょっと急ぐと40キロ、ぶっ飛ばして50キロ。 もう夜も年でずーっと行って6 0、ねうん、民家だからまあそれはね本当に可能かどうかってことですよね、うん、問題は5つ目岡崎に帰ってからの行動が遅かったのならない急いで帰っていった、うん、で岡崎ではもうすぐに出兵があるぞと準備して待っていた、うん、けども行ってからじゃあと言って動いたのに2週間かかった。もうなんか これ項目5項目全部怪しいんですけどなんか <laughs>。というのか理由がつかない <laughs>、うん、でこれはまあねこれも何のために言ったのかで多分鉄砲のため、うん、でも2日間で切り上げたのこれが不思議でしょうがないでその時にわずか3日で伊賀越えは可能,か可能かどうかっていう問題よりも、うん、記録を見ればやっちゃったわけ。 ねえその記録本当です先生家忠日記の記録は本当だと思います。何日に着いた何日にあった、うんうん、だからその通りに動いてるはずですその事実でなければ書けませんからね。うんということでね京 <laughs> <ー>から堺はまず船で行きましたというこれがまあ昔の地図ですが、はい、京都からずっと淀川を通って大阪に出ます。うん、で境にはこう入ってくる、はい でこれはね30名以上の人数だったですからね、うん、イエスも、はい、ニダから陸を行くよりも楽である二打、うんまあね、を積んでね船でチャーターしていけばね、うん、で野党に襲われるリスクも少ないですよね間違いないです、はいうん、だからこういうふうに船で来ただから帰りも船で京都に行けばいいんですけどね帰りは船使ってないんです。使ってないんですか、うん、山の中に入っていったでこれは堺 にに行行ったた僕も社会行きました、うん、その時にこれなんていうかとで江郷衆」集のちょうど発掘が終わった後の記事が出てましてね江郷州の会所商工会議所ですこれ、はあ、もう今から400年以上前の商工会議所の跡が見つかった、うんうん、商工会議所といってもここに来るのは江郷州といいましてね、うん、もう トップクラスの実業家ばっかが集まってくるところ、全員茶人なんです。茶人。うん。あのー、実業家でありながら、うん、お茶を足してのお茶の先生でもあるというのは、当時ね、うんうん。なるほど。で、まあ家康はそこに行ったもんだから、うん、こういった一つのトップから、さっき今井宗貴もそう。まあね、接待されて、お茶を受けるんだけど。 彼らにやっぱり会いたかったわけですよね。実力的にね。なるほどなるほど。でこれ見るとわかるけど、ものすごい力を持ってた。のとのなんて書いてある？信長も恐れぬ生きの社会のエゴーシュ。ああなるほどね。長だって俺らは怖くねえぞとやれるもんならやってみようっていうなとこがあったんです。でつまり金お金をしっかり握ってる。鉄砲だって俺たちを通さないかえんぞと。いうところで社会のエゴーシュっての強かったんです。なるほどね。 堺、ね、の目的は叡王宗にあって鉄砲を大量に仕入れることだったんじゃないのかっていうのがこれが止まったところ分かってるちょっと素敵,素敵でしょクラシカルなこれはね妙国寺というお寺でこれも日蓮宗のお寺なんですがここにあるこれは蘇鉄ですかね、はい、これは実は,実はここから信長がここ止まった時に いいなあこれ安土に持ってまいれでお坊さんたちが泣く泣く大事にしてたソテツを抜いて安土に持ってったの <laughs> そしたら安土ではだん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 勢いがなくなってあ<ら>、うん、夜な夜なねソテツが泣いたそうですおう帰りたい,いた帰りたいしって,て <laughs> でもなかなか方なしにソテツを抜いてまたここに戻したというこれ国の指定の文化財な、ねえー、のええ国の記念物はあ 実際に結局戻したら元気になったんですか元気になったみたい本当に、うん、<laughs> そういったとこともね、うん、現場に行っていろいろ和尚さんに聞いたり見てくるの面白いですよ、えー、はい、これがそうですうここに泊まって本当に一泊だけ早朝出たんです京都に行くにはここからまあ賑やかなところを通っていきますが 陸路で行くにしても、この道なんですね。京都に行く道、はこの道を行かない。ところ、イエスたちは最初から山の中に入ってった。これ東岡の山の中に。家康、うん、一行は初めから、京日には向かっていなかった。なんかいろいろ謎ですよ、うん。これ京都に向かってるんじゃない。うん、ところを通ってったんですね。僕はここの。実際に通ったところと、当時の。 程を見てみた時にあれずいぶんずれてんじゃないと普通だったら京都に行くんだったらこっちに行く理由はねどうしたんですかって京都に行って信長様に挨拶をしてそれからもう三河に帰ると言い出したで早朝明け方出て行きますかこれわざわざ行かないですよねしかも違う方向から行ったあの道で行くとこの道に出る 今でも残っっている生駒山中の道ここここ通っただから生駒山中に入っていくと今でも鼓動が残ってるんですこうやってここを言いやすいこう通ってくるんですよ。うんうん、でここを通ってる時に先に京都まで行って信長様に挨拶をするからということを言ってまいれと言って使いに出された本多平八郎忠勝が途中で「うん 京都の異変を知らせに来た茶屋四郎次郎というものに出会って。はい、やばいな、これは。ということで、二人で優胆して家康様にお知らせしようと。この生駒山中で家康に。報告した。なるほど。家康はここで。では、このまんま京都に行って。千代、うん、院で腹切って死のうと言った。え、家康が。うんあ。え、なんで。いや。弔い合戦。 多少の弔い合戦でもしながら我々も死のうと言って京都に行こうとしたんですねうん、でもね非常に不自然なんですけどね<え>あの人はもう死ぬ死ぬと言ってなかなか死らな,ない,ない長生きしましたもんね最終的に薬まで自分で作って、うん、そうそう,そう <laughs> だからあのー、この時にね忠勝が止めたと言いますああ一旦三河に戻って本国に戻って、うん、とにかくそれから 体制を整えて、うん、信長様の仇を討ちましょうだと今急いで京都に行って敵なんぞを討つ必要はないですとで自分も死ぬ必要はないですと思いとどまってくださりますっと言って家康はしぶしぶそれを聞いたということになっていますがうん、うん、どうも最初から京都に行く道じゃないところを通っているということそれ、うん、から四条直てというところでまた偶然にも、あのー、茶屋四郎次郎と本多忠勝がばったり出会ったということ。 それで引き返してここで死ぬと言ってみたことやら、うん、あのー、まあ後の作り話かなとも思えるような内容も含まれています全部とは言いませんい<や>はいはいはい、はいまあ、ここであった、うん、さあ周到な準備なしで移動はできる距離ではないここ堺、はい、ここからこれはちょっと白黒ですから分かりにくい愛知県と分かりますよねはい、はい、でこれ伊勢湾うん、うん、ここの堺を六月二日に出ました早朝、はい そしてその日の夜ここに泊まりますタラオにタラオ番内というこの道を通っていきます、はい、これ完全に京都に行く道って京都はこっちですだから最初からこっちに行くつもり、うん、でここは伊賀越えになりますここが伊賀越えなんです、うんはい、で伊賀をこれ3日、うん、ところが4日にはもうすでに白子にいます、うん そしてさっきの家忠日記にあるように4日には大浜に上がりそうろうでお迎えに行ってる町までつまりこれができるかどうかですだいぶ早いじゃないですかちょっとこっからこここっからここで多分夜の間に船に乗って4日の朝にはこっちという感じになるんでしょうけどね。 はい、で実際にここからここまでは190キロありますよと。うん、とするとねよく言われる服部半蔵、はい、伊賀越えだから部下を連れてきただろうと、はい、から茶屋清信茶屋四郎次郎でね、うん、果たした役割は何だったのかというともう素早い情報の伝達と家康公一行の運搬というふうに書いときましたが、うん、具体的には 伊賀州に警護させるそしてその真ん中を彼らは用意された馬でザーッと走っていくということになりますね。まあこれが可能で岡崎に帰り着いたこれがあの要するに伊賀越えの実際でしょうというところなんですけどね。できたんですね、まあ、とりあえずは。はい 結局はできたこ,のここにはもう帰ってたたわけですからね。ただ皆さんあのとにかく伊賀越えっていうと本当に山の険しい中を家康がこう崖を飛び降りることもできないようなところをこうはいずりながら行ったとかいうイメージでとても3日間でこれは越えられるところではないというねこれも。 まあ物語を面白くなくしちゃ話かもしれませんけどおそらくこういった周到な準備馬がなければ超えられるようなところではない、うん、そしてその徳川家康の不可解な行動というのかな不可解な日程ですね、うんうん、このあたりもね実際はこれからまたいろいろとドラマを見たりとか本を読まれて調べられるときにね、うん、ちょっと頭に置いとくと。 面白いと思います。すね、確かに確かに。でもこれ日程が不可解すぎて、うん、私本能寺の変に家康は絶対絡んでるじゃない？<laughs> って思っちゃうんですけど。はい、そうですよね。うん、あどうですかそこ？あのね、うん、僕はねわからないですよ。言うがない。うん、結局ね何の資料もないんですよ。うん、だから家康がこの時に何をしたというのは今今示した資料ね。うんうん、あのー、京都にいて社会に移って、うん。 翌日出て、え、うん、そして急いで岡崎に帰ったという資料しかない。少なくとも、明智光秀と絡んで。うんうん、本能寺の変に関係したという資料を、僕はまだ見たことがないです。そうなんですか。はい、もうなんか限りなく、黒に近いグレーぐらいの勢いの。<laughs> そういうことはね、<laughs> あのー。 これあの楽しみでもあるよね。そうですね、確かにいろいろ調べてみてね、本を読んでみたりしてね。そうですね。あの自分でご自分でそうこう感想を持たれるのも楽しいと思います。はい。ということでいよいよ家康スはまあ信長が死んじゃったと今度どうするのかってことになります。どうするで今日はここまで。ここまで。じゃあ次回ですね。そのお楽しみに。はい、今日もありがとうございました。